皆様こんばんは、カズラジバージョンでございます。ギターポート店主川辺亮さんからのお便り、ぶしつけではございますが、先日お前さんからのマーティン D42 どうってお誘いなのですが、あれから D の42、D の42、今映っています。皆様の、向かって右側になるのかな、のギターでございますが、私からの勝手な提案といいますか、交渉になってしまいますが、私には高価な D42 は雲の上の存在ではありますが、可能ならば私の所有している中でまあまあ高価な、お前さんもご存知のヘッドウェイ HD オータムリーブスと D42 に見合う差額分をプラスするのは無理でしょうか。なるほど。つまり、僕のこの D421 台と、交換トレードですね、川辺さんのオータムリーブスヘッドウェイ、プラス金銭のトレードを、川辺代表からですね、僕は申し込まれました。さあ、大前球団代表はどう判断するんでしょうか。大前さんから却下と言われても仕方がないのかも、ダメ元のご提案でございます。大前さんの D42 がもしかして私の宝物になればと目論む川辺でございます。何をおっしゃいますやら、もうギターポート店主大将の川辺さんが、何をおっしゃいますやら、まあ、これがあの D の42というやつね、マーティンの、まあまあ、まあまあいいギターですわ。まあまあいい、そうなんだ、あのヘッドウェイの HD あのオータムリーブスというのも、あれもあのアギロンダックというね、あのスプルースというあのギターの材の中でも非常にいい、ところを使ったあの木材、アギロンダックスプルースというね、材を使っていて、今あの後ろに映っているギターでしょ、これもアギロンダック、これはマーティンなんだけど、マーティンの HD16R という、マーティン175周年の、まあ、記念モデルの、あれなんだけどもね、だからヘッドウェイのHD オータムリーブス、これね、あの枯葉、このポジションマークっていうのね、このいろんなこのポジション、フレットのポジション、まあ、大体ここに 何フレットかっていう、まあ、目安があるんだけども、このポジションマークが枯葉だったりね、オータムリーブスなのよ。でこれはあの D42 はこれスノーフレークといって、これあの 雪の結晶をね、模した、これはあのアバロンガイという貝で、作ったポジションマークなんだけどもね、スノーフレークっていう点ではここにもほら、ここでね、これも雪の結晶の形でしょ、まあ、これ D42 の、まあ、一つの、シンボルでもあるんだけどもね、はい、するのはね、この D42 っていうのもね、あの別にこの D42 をあの処分したいわけでも何でもなくて、あの、まあ、弾かないからかわいそうかなというのと、あとあの、もう僕のベッドの周りがもうギターケースだらけなんで、まあ、その辺をちょっとね整理したいっていう気持ちがあるのとっていうので、あのお前がこれライブ活動し始めたらこれメインになるからね、これが。ね、だから、どうしようかなと思うね。今なかなか D42 ってさ買えないもんね、高くて、今となっては、今昔も高かったんだけどね、それなりに、そんな感じで、ごめんなさい、あの前置き長くなってしまいました。カズラジバージョンスタートしましょうか。今日も、お付き合い誠にありがとうございます。はい、カズラジバージョンです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。まあね、いろんな話をするのがこのカズラジバージョンで、今日は野球、オリックスさんの野球がない、月曜日、まあ、月曜だけじゃないんだよね、オリックスの野球がない心穏やかな月火水木なんですね、お送りしてまいります。皆様からのお便りをご紹介しながら、今日も
まあ、でもね、みんなのね、お便りね、まあ、僕はあんまりこう下読みせずにこれ、いきなりこれパソコン開いて見てるんだけど、みんな面白いね、これね。すごいなと思いますわ、本当の。本当深夜ラジオのさ、ハガキ読んでる気分になりますね、これ。本当みんなすごいなと思う。あずきさんです。就寝前のカズラジ、ルーティンになっています。本当、今日はちょっと早いでしょ。塩味、塩味の話、また一つ勉強になりました。勉強になった、よかったね。私が毎日聞いている MBS の松井愛アナのラジオ、少し愛してかな、塩味、塩味という言葉についての話がありました。ついこの前のことです。愛さんも大前さんと同じように塩味、塩味について解説していたので、プロのアナウンサーの解説を繰り返し聞けて得した気分になりました。放送では各局によって読み方が変わってくる場合もあるので面白いですね、ということなんだけども、読み方は変わるかい？読み方は、正しい読み方は一つだよ。アクセントとか言い回しが変わることはある。例えば NHK さんはね、和歌山の串本町、ね、のことを串本ってアクセントで発音するんだけども、地元の人は串本だし、地元の放送局は串本って言ってる。これ NHK さんだけ串本ってずっと通してるね。これ不思議な感じがするんだけどもね。であとね、まあ、僕なんか若い頃勉強になったその放送の用語っていうのは、これ各局によってちょっとずつ微妙に違うんだよ。読み方は同じなんだけどね、用語、用いる言葉が違って、僕はその MBS さんの、伊丹王子さんが中心になって用語室っていうのがあってね、そういう部署があって、その放送で使う言葉を決める部署がある。でその放送の言葉というのを、本があって、まあ、それは伊丹王子さんって方がね、僕 の, 言葉の師匠でもあるんだけども、若い頃ね、伊丹さんが中心になって編纂された冊子があるのよ。でおそらく今もそれも何いくつか何回かも改訂されているんだろうけど、僕がそれこそもう30年40年前に使っていたっていうのはそれなんだよね。でそのまあ本を元にして僕は今も喋っているわけなんだけれども、例えばこれ局によって違うね。抽選で100名の方にプレゼントします。まあ一般的ではない。でも毎日放送およびその系列というのは、100名とは言いません。またもし気になったら聞いてみて、100人の方にプレゼントいたしますって必ず言います。はい、そうね。で局によっては、大阪06、東京03っていう局もありますけども、0は英語ですね、3は日本語です。両方合わせましょう。つまり東京は03、大阪は06、神戸は078、078じゃない。これ078という曲もある、ないことはない。おそらく078と読みなさいというふうには推奨はしていないと思うけども、正しくは078なんだけども、まあ、普通に0306と言ってる曲もあります。本来は間違ってる言葉ね。逆に言うとさ、東京03がいいんだったらさ、東京03がいいってことと一緒だもんね。英語と日本語混じってることはおかしいってことね。で、まあ、毎日放送なんかは100人の方にプレゼント、決して100名とは言わない。まあ、そういった用語の違いがあったりしますね。で伊丹さんがね、昔用語にいた頃っていうのはね、ずっと朝から晩まで放送を聞いて、で見たりしてらっしゃるので、例えば間違った言葉をアナウンサーとかタレントが使ったらね、何月何日何の番組何時頃こういうふうに誰々が言ってましたけども、これは間違えて正しくはこうですっていうのが昔回覧板で回ってきた。今みたいに社内メールじゃないんだ。回覧板で回って、みんなのアナウンサー室とかアナウンス部とか制作の、その、ね、ところに来て、それでさ回覧で回ってきて、それをチェックしていたのを思い出しますね。ありがとうございます。それからですね、ちょっと待ってね、ちょっとしばらくね、
ちょっと待ってくれる？何が待ってくれるかというとさ、パソコンのさ、バッテリーがちょっとなくなりそうなんで、コンセント取ってきますから、しばらくの間、君と出会えたことを、がお聞きください。いろんなことがあるよね。はい。今、コンセント取ってまいりました。大変失礼いたしました。もうこれでバッテリー大丈夫ね。続いてのお便りご紹介します。ほんとごめんなさい。ドリームスカムトゥルーさんです。塩味塩味のお話興味深く拝聴させていただきました。アナウンサーの方々が使う言葉にも流行とかトレンドがあるんですね。新しい言葉にもアンテナを張ってその言葉の意味を理解して、なおかつ綺麗な日本語を使っていく、大変なお仕事だなと改めて思いました。まあそんな大しそうなことはないんですけども、まあ、間違った言葉を使わないっていうことが、とっても大切なんだろうなというふうに僕らは日々思うわけであります。それでも間違えるんだよね、やっぱりね。ね、それは本当、すいません。さださださんです。塩味、塩味の話面白いですね。確かに食レポで塩味と言われると、もやっとした理由がわかりました。気取った、まさにそれですね、ということで。言葉は変わっていくものと思います。でも、地方の田舎なまりは変わってほしくないな、と思います。狭い日本でそれぞれの地域で残された訛りは大事だなと思います。そうだね。まあ、最近は人の行き来がさ、あるし、いろんなところの交流が盛んなんで、いろんなことが混ざってくるしね、その訛りも薄まってはきますわね。もう昔はもう人が移動しなかったんで、その訛りはその地域で本当にこう、根強く残っていった。むしろ、薄まることはなかったんでね。今はそれはどん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 薄まっていって、それが、まあ、共通語という言葉というものに、だんだん慣らされていってるような、そんな感じはいたしますね。僕はもう関西弁はずっと使うつもりではおりません。はい。それから、チルドレンさん。これ面白いんだ。最近の配信では日本語についての話題が多いですが、まあ、最近でもないよ、ずっとだよ。お前の仕事がそういう仕事なんでね。で、まあ、しかも僕の学校時代の専攻が日本語学だったんでね、まあ、それも関係してるのかもしれませんが、まあ、僕がまあ言葉を生業とさせてもらってるんでそうなるんだと思いますが、私もずっと疑問にも思っていることがあるので質問させていただきます。どうぞ。それは特急電車などでよく聞かれる放送で、例えばサンダーバード、JR 西日本です。サンダーバードでは、京都出ますと次は福井まで止まりませんというアナウンス。まではその対象を含みますよね。例えば火曜日までに提出してくださいと言われれば火曜日に提出しても OK なはずです。おっしゃる通り。以上を踏まえると上記のサンダーバードは福井を通過してしまう解釈になってしまいます。そうだね、福井まで止まりません。京都を出ますと福井も止まらないということになりますな。私の考え方が違うんでしょうか。ご教授お願いします。いや、至極真っ当でございます。至極真っ当。だけど、日本語の文化の中には、この場合が妥当かどうかは別として、その状況からいろんなものを類推、して、押して測るべしという文化があります。皆まで言うなという文化がある、京都を出ますと次は福井まで止まりません、福井は県庁所在地ですね。まあ大体止まるわね、大きな駅だからね。だから次は福井かという認識が頭の中には人間ある。だからさほどこれが
まあ、チルドレンさんのようにそれと引っかかんないんだね。つまりこれは京都を出ますと次は福井に着くまでは止まりませんと、福井に着くまでに着くが省略されていると考えてください。そういうことなんだろうなと僕は思います。だから本当に、次は福井まで止まりませんというと、福井も含んで止まらないという解釈、それも至極まっとう正解なんだけども、まあ、この場合は福井まで止まりません、慣例なんだよねきっとね。もうそれが当たり前になっていて、みんなそういうふうに聞くと、あ、次は福井なのかと、次は福井というところに反応するんだろうね。京都を出ますと次は福井、あの阪急電車なんかでも、重曹を出ますと次の停車駅は豊中ですっていうような表現しますから、それ一番正しいんだろうけど、京都出ますと次は福井まで止まりません、京都出ると次は福井なんです、福井に着くまで止まりませんっていうふうに解釈すればいいわけ。あの日本語ってね、本当ね、よくそういうところ省略されるよ。だから古語、古典の源氏物語なんかも読んでるとね、いろんなことが省略されてて、注釈の括弧がすごい多い文章なのね。それはもうなんとなくその文脈やその状況、シチュエーションからあなた推し量ってっていうところがあるの。これもそうなんじゃないと思います。でも正しくはあなたのおっしゃってる通りだし、正確には京都を出ますと次の停車駅は福井ですっていうのが正しい表現だと思います。ありがとうございます。日本語難しいね。これ本当難しいね。で、日本語のやりとりで面白いのが爽快王さん。家庭内乱。家庭内の乱です。争い事が起こりました。2日連続でライブコンサートに行くなんてよく体力あるもんだねと家族から嫌味を言われ、暗雲が垂れ込めた。おー、2日連続でライブコンサート、まあよくそんな体力あるねと嫌味を言われた。一瞬ドキッとする。でもそこで私は切り返した。5日連続で都心に仕事に行く体力があるんだから大丈夫と回答すると、相手は黙った。少し被弾したが反撃は成功したと思った。ねえ、外なんかバイクうるさいねそういいね、2日続けてコンサートよく行くね、そんな体力あるね。何言ってんの、5日も続けて1時間半かけて都心まで通ってるんだよ仕事しに、それが大丈夫だよ。いい回答、いい反撃だね。こういう言葉のやり取りって面白いね。ありがとうございます。ヤマッチョさんです。かなりヘビーユーザーなので、このカズラジね、間引きダイヤになったとしても乗車させていただきます。JAL さんならダイヤモンド会員かなという、優先搭乗ありませんからね、並んでくださいね。本日健康診断でバリウムを飲みました。味覚の5要素のどれにも当てはまらない味だよなと考えながら、今回も涙目で一気です。まあそうだね、この不思議な、ね、味と喉越し、大前さんならどう形容されるんでしょうか。今後の語彙力向上のために聞かせてください。え、私ですかということで、山内さんがその表現してくださいました。バリウムを飲んだ時の感覚を、形容してくださいました。中世の森の中の湖に立ち込める白い霧のような喉越しです。なんちゃって、私には理解できません。まず私は中世の森がいかなるものかは知りません。中世の森と近世の森、近代の森、古代の森、何が違うんでしょうか。その中にある湖、どんな湖なんでしょう、見たことがありませんね。そこに立ち込める白い霧、なるほど、白い霧は見たことがありますね。ただ中世の森の湖、そこが私にはイメージできませんね。つまり自分の知らないものを例えに挙げられてもピンとこない、ということ、独りよがりの形容ですね。誰にでもが、誰もが共感できるような表現で形容するというのが一番大切なんだろうと僕は思います。だから何とも味気ないぬるっとした喉越し、何とも言いようもない感覚が、そんな感じで表現する方が僕はいいと思います。中世の森、ごめんなさい、僕には分かりません。
その中の湖、なかなかね、この湖が、それが淡水の水なのか、あるいはこの塩湖なのか、それさえも僕には、全く伝わってこないし、そこに立ち込める白い霧、どんなお天気なんでしょうか、それが晴れやかな中で霧が立ち込めているのか、この曇った、どんよりとした中で霧が立ち込めているのか、それによってもまた状況も違いますし、なかなか人に共感できないような形容をするっていうのは難しいし、それはなかなか人には理解してもらえないような気がいたします。僕がこの審査をするならそういうふうに申し上げますね。誰もが共感できる、共有できるものの例えで表現して、なるほど、うまいというような感じの表現、形容されることを、勉強されてみてはいかがでございましょうか。というわけで今夜も最後までご視聴ありがとうございました。このでもね、カズラジのね、お便りね、めっちゃ面白いんだわ。最後、ミーポンさんね、国家試験から戻りました。何の国家試験だったんでしょうか。お疲れ様でした。高見沢さんのホームランボールにスポットが当たるのは良いお話ですね。昨日ね、話しましたけども。地方球場っていうのもあるかもしれませんが、温かいお話ですね。まあ、これは地方球場っていうのは関係ないです。オリックス戦のオリックスの候補、僕の顔見知りの友達が持っていたボールなんで、それを借りてきた。だからそれが別に京セラでも、ホットモットでも、そのボールを持った候補と僕がそこですれ違って鉢合わせになれば、ちょっとそのボール数分間貸してくんないって言えば貸してくれる話でございますから、別にそれが鹿児島であろうが神戸であろうが東京であろうが関係はないということですね。じゃあまた明日。